2番タチアナ・マリニナさん、ウズベキスタン。 Number 2 representing Uzbekistan タチアナ・マリニナ。 NHK 杯でもおなじみです、ウズベキスタンのタチアナ・マリニナ。今シーズンの成績ご覧いただいています。 NHK 杯3位、ドイツ大会でも第3位。98年の NHK 杯では見事優勝を飾りました。曲はリベルタンゴ。まず最初のジャンプです。高いルッツからダブルトーループ、安定してましたね。はい、高さも非常にあったと思います。スミさんは彼女と仲がいいんですって。はい、彼女はウズベキスタンの選手で、地域の分類ではアジアに入るため、私とは冬季アジア大会や先日の四大陸選手権でよく試合が一緒になるため話をしたりします。ああ、そうですか。ちょっと2つ目のジャンプで失敗がありました。フリーレグまできちんと伸びていて素晴らしいと思います、はい、ここも左足がしっかりと伸びています。ラインステップ。ウズベキスタン、タチアナ・マリニナ。ジャンプのミスが一つありました。はい、途中のスピンの回転数が少し足りないところが多少ありました、はい、ああ、そうですか。このあたりは減点の一つのポイントになります。彼女も先日のスグリさんと同じように四大陸大会で見事に優勝を飾りました。ちょっと見てみましょう。これが最初のトリプルルッツと、これは高かったですよね。はい、非常に高さがあったと思います。そしてダブルトーループ、コンビネーション決まったんですが、この後、あ、これはここですね。あ、揃ってしまいましたか。ここで転倒しています。アドテンプがどれだけの減点になるかですが、お父さんも元フィギュアスケーターのタチアナ・マリニナ。要素点です。あ、4点台が 1,2,3 人のジャッジがマークしました。プレゼンテーションは高めです。5-6
クアンに次いで現在2人が滑って2位です。5-4 5-4 Thank you.